それでは早速最初のコーナーに参りましょう。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは地域の話題3本ご紹介いたします。それではどうぞ。日南海岸沿いにある野島神社の境内で、日南海岸春のおもてなしと題したイベントが行われ、あいにくの雨模様にもかかわらず多くの参拝客が訪れました。野島神社は浦島太郎を祀っている神社です。春の春分の日が、まあ、野島神社の例祭日になってまして、古くはこの日に高宮に神楽舞台を作って神楽20番ほど奉納されてまして、古くは賑わう祭りでもありましたけどね、今年は振る舞いはできませんでしたけど、いろんなイベントも企画しまして、たくさんの方にもお見えいただいたところですね。この日奉納された神楽はおよそ550年前から伝わるもので、迫力ある舞で豊漁や豊作、無病息災などを願いました。また境内では地元の特産品である野島羊羹や蜂蜜などが販売され、買い求める参拝客の姿が見られました。野島神社では例祭の日限定や月替わりの御朱印も人気ということです。宮崎市の大淀川学習館で誰でも参加できる教室、食べられる野草を探してみようが開かれ、4組合わせて10人が参加しました。今回は理科の元教諭で県の環境保全アドバイザーを務める金丸文明さんが講師となりました。参加者全員が揃ったところで金丸さんが資料を使いながら周辺の野草について簡単に説明。その後、参加者は学習館駐車場脇の土手に移動しました。土手に食べれる草があるんですか？そうなんですね。そこで見つかったのは、食べられる野草としてよく知られるつくしやよもぎのほか、カラスのエンドウなどで、実物を見ながらその特徴や調理法が紹介されました。食べれる。一方、河川敷付近で見つかったのは白い花が特徴の浜大根、そしてクローバーとしても知られる白爪草、他にもよく見る鬼アザミやレンゲも食べられるとあり、参加者は次々と野草を手に取りながら袋へと集めていきました。いろいろあるんです ね種類が。全てがこう新しい、全然踏みつけるような草だったから、びっくりしましたね。今回収集できたものを合わせ、学習館周辺には食べられる野草およそ40種あることも紹介され、見過ごしがちな身近な野草を見直す機会になったようです。宮崎ブーゲンビリア空港1階のオアシス広場では、暮らしの工芸展と題した展示会が開かれています。これは手作業で作られた工芸品の魅力を伝えようと、宮崎県暮らしの工芸展実行委員会が主催し、毎年行っている展示会で、会場では13店舗の宮崎県の工芸家による作品が展示販売されています。今年はおうち時間をテーマにしたコーナーがあり、中には革素材を使った本のしおりや竹細工で作られた花瓶など、普段の生活に彩りを添える工芸品の数々が並んでいます。展示されている作品はすべて形や模様が変わり、手作業ならではのぬくもりを感じることができるのもこの展示会の魅力です。ここでしか出会えないような作品が多数並んでますので、ぜひ会場で実際手に触れて商品を見ていただけると明るい気持ちで過ごせるかなと思いますので、ぜひ多くの方にご来場していただきたいなと思います。この展示会は3月28日日曜日まで開かれています。地域の話題3本ご紹介しました。はい、まず1本目ご紹介いたしました、日南海岸春のおもてなし。
野島神社ということですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いや、あいにくの雨模様ではありましたけれども、うん、やっぱりこれを楽しみにしてらっしゃる皆さんがね、うん、参拝に来られてましたよね、うん、大きな赤穂の木がいい雰囲気の神社なんですよね天然記念物ですもんね。この野島神社の例祭日っていうのは春分の日で、例祭に合わせてイベントを行っているんですけれども、はい、この神社はですね、ちょっと珍しいもののお祓いもやっているということで、うん、何だと思います？あれですよね、あれ、はい、何ですか、教えてください。これはですね自転車とか、うん、サーフボードのお祓いもできるということで、聞いたことないですよね。なんか全国でも珍しいらしくて話題になってましたよね。知ってたんかい。知ってましたよ、もちろん知ってました。はい、ということで、その他ね、募金活動も行われて、募金した方にはブルーベリーの苗木などが配られたということで、ね、来年はちょっと行ってみたいですよね、さあ続いて2本目ですけれども、こんなにたくさん身近に食べられる野草があるなんて、びっくりしました。どうでしたか見てて。いや、堤防とか僕結構行くんですけど、子供と、うん、そういう食べられる草があるっていう目で見てないから、確かにそうだね、何も考えてなかった。どちらかというと雑草みたいな感じで、ボケーっとしょったけど、あんなにいろいろ40種類っておっしゃってましたよね。そう、近くにあるのはもう40種類あるということでしたけれども、ね、びっくりしました。野草の食べ方っていうのは、うん、おひたしとか炒め物などがあるんですが、一番手軽なのはアク抜きとか下茹でが必要のない天ぷらなんだそうです。確かになんか番組で前やってましたよね。いや、僕番組でなんか草食べるっていうロケで天ぷらにしたらめちゃくちゃ美味しかったです。本当にそうなんですね。で、あれ、これ周辺には食べられる野草以外に毒のある草もあるということなので、そこだけは十分注意してください。はい、はい、さあ、そして暮らしの工芸展ですけれども、久美子さん好きでしょう。もう行こうと思って20、いつまででしたっけ。3月28日日曜日までということなので、間近で一堂に素晴らしいものが会してますので、はい、ぜひ行ってみてくださいね。はい、はい、ということで、まずは地元前半お送りしました。